楽しんでる？楽しんでますよ。そう、はい、じゃあ今日はもっと楽しくしてあげよう。おこれを使って使ってちょっと笑ったやん自分で笑ってしまったやん。恥ずかしかった、恥ずかしいなった。ダンボール、ダンボールを使って美味しいもの、はい、キャンプに欠かせない美味しいものを作りたいと思います。頭のいい視聴者の皆さんにすぐピンと来られてもう、ね、もうピンときてますか？もうピンときてるよ、もう画面のみんなマジですか？ビクビクきてるよはい、これで燻製を作ります。お燻製、うん、燻製ってさ、ダンボールでできるんですか？できるんですよ。塩漬けしたものを乾かして煙でいぶすだけ、簡単に簡単に考えましょう、はい、煙を逃がさなきゃいい。なるほど、ダンボールでいいじゃん。で、ゆきが考えたの？考えてないです調べました世界の燻製という本で調べましたアマゾンでこの辺にじゃあ燻製、はい、ダンボールで燻製を作って、ダンボールで燻製作ります、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします、完成です。ん、このまんまでいいんだ。このまんま、あとですね、はい、いるのはコンロ、あ、カセットコンロ、カセットコンロ、はい、煙を出すやつ、桜チップ、これ売ってます、煙チップで、これにね、混ぜるもので、はい、混ぜる、これだけじゃダメなんですか？ザラメを混ぜます、このチップの中に。なんでザラメ混ぜるかというと、燻製ってちょっとテカってんじゃん、周りが、はい、コーティングしてるんですよ、茶色いコーティング、はい、そういうコーティングっていうか、テカリを出すためにザラメを少し混ぜてやると、糖分が、ま、周りについてからいいテカリができるんですよ。味というわけではないです。テカリのためなんだ。テカリのためです。だから、たけしとかもやってんだけど、やってる蜂蜜、蜂蜜オイル。なるほど。とりあえずセッティングしていこうかな。はい、やる前までのセッティングをよろしくお願いします。まず、はい、段ボールを乗っけます。はい、で、ヨレさんこれを段ボールの中にぶち込んでください。はい、ぶち込みます。はい、はい、まずそれで一段出来上がりました。はい、その上に100均で購入した網を、網、はい、はい、置いてください。動くの？あ、もうバカ置いてんじゃねえ、中に置いてくれよ、ここの上に。わかるでしょ、この上にね、はい、上に置きました。バカそう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 、おいいね、いいね、完璧やん、サイズ、うん、おで、はい、これももう一個、もう一個作ります。へえ、二段目が、二段目があるんですよ。二段目で、ヨルさん、網を置かないで、ここに置いてください。ここに、ここに置いてください。はい、はい、危ね危ね。で、これで2段目が、2段目が完成しました。おー、おー、すげえ、なんか、かっこいい、めっちゃ濃くなった。はい、で、この下にコンロ、はい、おー、なるほど、なるほど。え、燃えそう。うん、燃えそうだね。だから、大人の人がやってね、ちびっこは。なるほど。ちびっこ、ちびっこは多分、燻製作んないと思う。この上に、はい、チップとザラメを置いて、このようにしていぶす。へぇ。で、最初にやることはね、はい、昨日仕込んだ燻製品が、はい、おー、これを焼いてる。タコね。タコと、イカ。イカ。卵、鶏。卵、鶏。卵と鶏はね、はい、高宮さんのあの醤油、あ、醤油だれで、醤油だれで漬け込んでる。あれ、有能だから、ね、みりんとか酒とか砂糖とか全部入ってるから、うん、もう漬け込んでれば味が染み込むから。で、海鮮はね、はい、塩。エミオール液？塩水？ 15% か 20% の塩水作って、それに漬けておきました。はい、なるほど。それを？それを、ここに入れて、最初、燻製じゃなくて、乾かします。サウナみたいな状態でこれを乾かします。水分飛ばします、中の。はい、で、その後にチップを入れていきますので。へぇ、じゃあ、早速いきましょう。早速いきましょう。1時間ぐらいしか。なんで2段になってるの？あ、うん、あ、うん。なんでだろうね。知らない。なんでだろうね。2段必要なかったね。タコちゃん。イカちゃん。イカちゃん。はい、ピッコロ。はい、じゃあ、はい、ようらいさん、火をつけてください。はい、はい、はい、どんくらい火は、強火を浴び、でもガンガン、ガンガン、これ直で火、ガンガン中火ぐらいで、ガンガン中火で、しましたよ。そうですね、閉める。じゃあ閉めましょう。燃えそうなボール、いいよ。あゆっぴさん、サイズ感がおかしい。なるほど、なるほど、大丈夫です。そういう時のためにこのテープがあるんで、あ、養生テープ、養生テープで、テープが外しやすいようにビニテープを、おー、なるほど、
あ、サイズがおかしいですね、これは。そうだね、まずは。ここも合ってるよ。こうだろ。そうだよ。閉じて。全部閉じます。はい。おお。じゃあこれで、まあ、本来は1時間から2時間もしますけど、うん、今日は楽しくで30分。おお。やっていきます。じゃあ開けようね。そしたらある程度乾いたじゃないですか。じゃあ開けましょうか。はい。このね、中の温度がやばいんだ、うん、段ボールがめちゃめちゃ熱いから、はい、ガスが爆発しそうな気がする。あ、なるほど。ちょっと怖いですね。怖い、ガス爆発が起こるかもしれない。起こるかもしれない、うん、大事故が。あ、でもいい匂いする。あ、指焦げてる。焦げてるあれあれあれほら、焦げて張り付いてる。あ、匂いなんかジューって言ってる。もう焼けたよ。違う、そういうんじゃない、そういう料理じゃない。早速、もういぶそうか。もういぶす、いぶしちゃうか。乾燥諦めた。乾燥、諦めてないけど、乾燥いぶしましょうか。いぶしましょうか。はい、いぶしましょう。幸先が悪いな。鉄板に、鉄板に、チップを、チップ、そこにドラメ開けました。ドラメをそんな入れるんだ。うん、これ入れたな。混ぜるの。混ぜる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 。こう混ぜる。結構入れたね。置いて、はい、置いて熱します。熱します。ちょっと煙でいつもんなとこ、こう切ってから上だけパカッてして。頭いい。頭いい。頭いいって言われた。なんかうろちょろしてる。頭いいって言った上にうろちょろ。あ、ハサミがいることがやっと分かった。紅白の剪定ハサミも切れんのかな、あれで。切りにくそう。お、切ってる。あ、そして置きますよ。よっしゃ。おお、ほら、かっこいい。かっこいい。ほら、ほらってまさに自分のアイディアだ。ほら、言ったことかみたいに言われたけど。ほら、ほら見ろ。俺の意見です。ほら、人の意見も素直に聞く。あ、煙出てきてるよ、ほら。おお、めっちゃすげえ。うわ、砂糖がグツグツ沸騰してる、うん、お、いっぱい出てきた煙。出てきた、もう火弱めていいじゃん。じゃないか、君。火弱めよ。弱めよ。ほんと、密閉してたら温度が高すぎて、高すぎてボンベが爆発するかもしれない。うん、こんなもんじゃないか。おお。煙すごいね、すごいっすね。こんな出るんだ。何ですか、それ悪いとこにかけるやつですか。食べよう。でも匂いいいっすよね。さっきも言った。甘い感じの。美味しそうな、はい。食べれないけどこれは。これであとどんぐらい待つんですか。1時間半か2時間。そんな待つんだ。うん、待つ。じゃあちょっとこれで待ちます。から2時間ぐらい待ちます。はたくん、はたくん。はい。色変わってるよ。マジですか。うん。え、ね、まだちょっと30分ぐらいでしょ。そうそう、奥のイカ見て。あ、ほんとだ。いいラメ色になってるね。ほんとだほんとだ。よき色っすね。うん、すげえすげえ。ついてるよ。ちょっとささみはちょっとよくわかんないですけど。わかんない。イカがすげえ。あれいい色になってるね。はい。今日は実験的なやつ。実験的なやつだから、いろいろ改良の余地がありますね。ありますね、これは。まあ、次お披露目するときはまたその改良版が、はい、見れるんじゃないでしょうか。いい、はい。そしたらまた引き続きやっていきます。イブしていきましょう。ちょ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 ちよっしゃ。美味しそう。すげえ。まだでもここ硬くない。でもいいんじゃない。あ、いいよ。試食しようよ。試食。おお、完成かね、うん。完成だね。完成でいいかな。うまそう。まあ、最終していいんじゃないのかな。指、うん、食べちゃおうよ。食べようか。うん。なんかいい感じですね。あ、めっちゃいい匂いする。ここら辺が完璧。ここら辺。あ、ささみ。うわー、うまそう。あ、食べよう食べよう。これから行ってみましょう。できてるっぽいね。ね、うん、あ、ね、真ん中にあった3つはできてる感じ、うん、で、遠目にあったやつが柔らかかってるから、うん、え、これ何？ささ
さみ。ささみ。めっちゃいいじゃん。これ燻製？燻製じゃん。え、燻製？燻製じゃん。え、火通ってる。火、はい、火通すっていうの。作ってみようよまず。うん。あ、うまそう。はい。すげえ、はい。いただきます。いただきます。うん。燻製じゃん。うん、めちゃめちゃうまいじゃん。めっちゃうまい。めちゃうまい。おい。これ普通に燻製よな、うん、できてますね大成功。え、めちゃめちゃうまいよ。味付けしたの？味付けはほら、高宮さんのあの醤油。あー、うまい。めちゃめちゃうまいじゃん、うん、なってるね。うまっ。まだ食いたい最高にうまいわ、はい、酒のつまみいいね。これ最高ですね。ほんとよね、なんかコンビニとかに売ってあってもおかしくないよね、はい、うん、うまい、うまい、うん、めちゃめちゃうまいよ。うまい。すげえこれ。あ、なってる。え、ちょっともっと食おうよ、うん。すぎる。よかった、ギリギリ成功だ。ギリギリなのかな。ギリ、いや大成功じゃん。大成功、うん、だいぶ成功じゃん。めっちゃうまい。これキャンプで食えたら最高だね。最高っすね。ここでこんなうまいならキャンプ場もっとうまいやろ、うん、あ、もっとうまいやろね。ちょっと次、卵行きます。あ、でもうまいよ。うまいね。めちゃめちゃうまいよ、うん、あ、うまい。周りはうまい、うん、めっちゃうまい。めちゃめちゃうまいよ、うん、もっと時間かければあれかな。そうですね。これ、はんぺん。これ、はんぺんなんだ。イカですイカ食ってみよう。イカ食ってみよう。イカの燻製。あ、めちゃめちゃうまい。うまこれ、もうちょっと許したらいいか、うんうん、でも、できてる。うん、タコはね、まだ全然濡れてる、水分。うん、もうちょっとだね、海鮮は、うん、水分多いからか、もっと、うん、すぎるだろう。乾かす。ささみ、完璧じゃないですか、これ。ささみが今のとこ完璧やね、うん、タコ食ってみて。タコの燻製は初めてだ。燻製って感じじゃないな。うん、うん、まだこの刺身みたいな。締めっぽ。卵とささみがうまかったな、うん、あ、でも、うん、しっかり、うん、うん、味はついてる、うんうん、味ついてる、うんうんうん、生だな、うん、ほぼ生。あ、でも美味しい。うん、やっぱね、ささみがささみはね、ささみダントツですね、これ。もう燻製やもん、完璧、うん、これうまい。うまいね、完璧燻製、うん。あ、これ本当うまい。本当にね、コンビニにね、あっこに並んでても全然いいよ、うん。ささみめちゃめちゃうまいね。パサパサなしないし、うん、これだったらいっぱい食いたい。うん、ささみダイエット成功しそう。ああ、ま、マジでね。うん、なんで？ファミッシュ。こればっかり食おう、うん、おい、あの、俺が大好きなファミマのさ、うん、うずらの卵燻製ある。あと一緒のあって。今度うずらでしましょうか。うずらよ。うずらも本当早くてね、うん、卵いい。卵とささみが大正解で、うんうん、イカとタコはもっと時間をかけたほうがいい。かけんばいかんね。でも勉強になったね。勉強になった、うん、そうですね。逆にキャンプに持っていくのはささみとか、ささみと卵だね、卵とか、うん、もっと別の、うん、で、これ何？それはあの、友達にもらいましたちゃんと紹介してあげなくていいのさっきピザ屋さんでピザを買いに行ったら、はい、僕の友達のピザ屋のフェリーチェのオーナー荒、はい、木さんからいただきました、はい、肩ロースのお肉だそうです。わお、これも燻製にしてくれもう終わったもんね、燻製、うん、もうちょっと満足なんで、はい、すいません、かっちゃん焼いて食べますいただきます。ここで焼いて食べます。焼いて食べます。食べますダンボールだけで燻製はできます。はい、実験終了でございます。はい、以上、釣り岡キャンプ部でした。アリュー聞いちゃったあったね動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。